ストーリーズが魅力的でなければフォローされないっていう風に気づいたんですね。入学させていただいてアカウントを開始してから初月に66万円を達成することができました。トータルでですね、404万円達成することができました。皆さんこんにちは。今回はインスタ集客コンサルをされている受講生のあゆみさんがゼロから商品を構築して2ヶ月で最高月収250万円累計で404万という売上を上げられた秘訣というテーマについていろいろお伺いしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今の具体的な活動内容を教えていただけますでしょうか。インスタ集客のコンサルタントとして主に売上に悩んでる方が月7桁以上突き抜けて安定したいっていう方に向けて、ストーリーズとライブからね、怖いファンを作ってあなただからっていう人柄でね、売れる集客方法について発信をしております。弊社学科入学の決め手というところも教えていただけますでしょうか。一番の決め手は北野さんの起業家としてのあり方とかお人柄ですね。あとは講座のコンテンツのクオリティとかボリューム、他と結構比較もしたんですけども、ダントツで素晴らしかったことと、これだけ実績があるすごい方なのに北野さんご自身が第一線で活動なさっている、そこに私はもう惚れて入学させていただきました。うちの講座とか初回コンサルとか毎週グルコンとか実践会とかも全部僕がサポートさせていただいているんですが、 SNS のコンサルとか講座すごい多い中でやっぱりうちを選んでいただいた理由っていうのはそこが結構大きいかなというところですか。そうですね、そこがダントツですね。入学前と後の変化ってところもね、聞いていきたいと思うんですが、入学前の状態も教えていただけますでしょうか。入学する前、4年前から産前産後のママを対象にしたマタニティセラピストっていう整体師ですね、その仕事を自宅サロンで経営しておりました。なおかつフランチャイズ経営もサポートしているっていう状態でした。実業をねしっかりとバリバリされていらっしゃっていて、その時も売上とかってどんな感じでしたか。施術のみの時に最高月収88万円でしたね。常時60万から80万ぐらいを売り上げておりました。フランチャイズ店もねサポートしておりました。それを加えると最高月収は106万円でした。もともと整体師としての事業の方でもある程度売上を上げられて、そこから今回は全く違うジャンルでゼロから商品を作っていったっていうところが面白いところなんですけども、今回さらに集客に困っている方に向けて今まで自分が培ってきたメソッドを発信していきたいというところで、インスタ集客というコンセプトを作成してからゼロからインスタを立ち上げ、ゼロから商品を構築し、そこから入学後の変化っていうとどんな感じでしょうか。入学させていただいてアカウントを開始してから初月に66万円を達成することができました。その時はフォロワー数が200人まで増えました。 LINE 登録者数が1ヶ月で61人増えました。フォロワー200人に対して LINE の登録者数61ってめちゃめちゃすごくて、だいたい相場が 20% を超えてたらすごいって言われるんですね。フォロワー数に対しての LINE 登録数が、あゆみさんの場合は 30% 200フォロワーに対しての60リストなので、かなり高い率の登録をいただいていて、そこから2ヶ月目の売上としてはどんな感じでしょうか。2ヶ月目もですね、さらにありがたいことに月商でいうと250万円を達成することができました。トータルでですね、404万円達成することができました。フォロワー数に関しても300人を超えて、 LINE 登録者数も2ヶ月目で127名まで増えることができました。依然としてこのフォロワー300人に対しての LINE 登録数127人っていうね、また 30% 超えてるっていうね、ちゃんとキープされながらということで、ちなみに今の販売の動線としては、インスタグラムで集客をしてから5000役までの流れはどのような流れになってますでしょうか。ストーリーズを見ていただいた方がライブに来ていただいて、そしてそこから LINE 登録をしてくださって個別相談に来てくださる、そういう流れになっております。ちなみにこれ成約率ってところもちょっとお伺いしていきたいんですが、だいたい今月とかだと個別相談に何名来ていただいて、何名の方がご成約っていう感じになりますか。今月だけですと1ヶ月で5名個別相談に来てくださって、うちありがたいことに5名の方が全員成約をいただけました。成約率 100% っていうねことですけど、2ヶ月トータルで404万の売上ということですけど、トータルで言うと個別相談数何件ぐらい。トータルで11名の方が2ヶ月で個別相談に来てくださりました。これちょっとね細かい話になるんですけど、 LINE の登録数に対しての個別相談数で大体 10% が適正と言われているので、累計127人の LINE 登録があって、そのうちの大体 10% に当たる11人ぐらいの方が個別に来てくださっている、まあ、ここの数値もねバッチリクリアされていらっしゃるということですね。ではちょっと具体的にどういうふうに集客をしていけばいいのかっていうところで、あゆみさんのインスタグラムをね共有しながらいろいろノウハウを聞いていきたいと思いますので、ここから先も楽しみに見ていただけたらと思います。では今あゆみさんのインスタグラムをね表示させていただいてるんですけども、ストーリーズ×ライブの爆速ファン集客の専門家というコンセプトをね、初回コンサートでも結構ご参乗らせていただきつつ、そこからねしっかりとコンセプトを固め、テーマカラーとかもあゆみさんの場合はブルーを基調にしていこうということで発信しているんですが、現在投稿が33件でフォロワーが330人ということで、投稿のデザインとかリールとか、あとはストーリーズの極意とか聞いていきたいと思うんですけど、早速あゆみさんがインスタ運用していく上で、特に LINE に集客する上で一番意識しているポイントっていうところを教えていただけますでしょうか。意識しているポイントは2つありまして、はい、1つ目はストーリーズを極めたっていうところなんですよ。特に初月に関してはとにかくストーリーズを極めることを徹底しました。なぜかと言いますと、ストーリーズが魅力的でなければフォローされないっていう風に気づいたんですね。フォローされることによって LINE に登録しようとか、ライブとかで個別相談にもつながるっていう風になってると思ったからなんですね。なので私はまずそこを極めて、フォロワーさ
んから毎日のように今はあゆみさんのストーリーズをスクショしてますとかモデリングしてますっていう風にお声がいただけるくらいまでかなり徹底しました。特にストーリーズに関して北野さんの講座で学んだことっていうのを活かしながら自分も5000枚以上スクショを研究してポイントはいっぱいあるんですけれども、見てくださる方がワクワクしたりとか気づきがあったりとか時としても嫉妬とかってそういう感情を動かしてアクションにつながるっていうことをゴール設定して逆算して作ることを意識しました。あゆみさんで言うとやっぱストーリー閲覧率とかも 38% とか結構高い数出てると思うんですが、フォロワーに対してのストーリー閲覧数って 10% 超えたら結構グッドだよって言われる中で今大体 30% 以上維持されてる感じですか？平均が35から38ぐらいです。インスタグラム見てるユーザー過半数は投稿よりもストーリーから先に見るって言われるぐらい、ストーリーズをやっぱ極めた方がプロフィールアクセスも最大化できるし、さらに言うと接触回数が増えていってもファンになっていただけるということがあるので、高単価で商品売っていきたい人こそストーリーズをしっかり攻略していくべきだと思うんですが、あと思ったのがクリエイティブデザインもねすごい見やすいからこそストーリー閲覧数 38% っていうのを叩き出しているのかなと思うんですが、これは普段何で作られてますか？ストーリーズの画像すべてインスタグラムの機能だけで作っています、うん、特になんかこれ1枚作るのにキャンバとかわざわざ使ったりせずにインスタの中で作り込んでると。こちらの画像もすべてインスタ内の機能だけで作っているということで、僕うまいなと思ったのが色合いだったりとかを目立つさいときやっぱ黒背景に高級感のあるゴールド色を使ったりとか、書体とかもダサくなりすぎないように高級感の出るフォントですね選んでたりとか、こういったあたりとかねすごい皆さんも参考にしていただける部分かなりあるんじゃないかなと思いますし、この黒背景の白文字とかは人間が一番視覚的に認識しやすい文字の形と言われたりもしてますが、 99% ぐらいはインスタ内の機能でストーリー作られているということなんですけど、キャンバで作られているストーリーとかもございますか？キャンバで作っているものはハイライトの中にあるプレゼントのストーリーズですね。これだけはキャンバを使ったんですけれども、ね、それ以外は 99% すべてインスタグラムで作成しています。実際プレゼントをストーリーズで一覧で見せるっても効果的なんですけども、ここだけはキャンバで作られているというところですね。おそらく今日ね動画見てくださってる方とかもあゆみさん本当にね特にストーリーズの見せ方とか上手ですので参考にしていただけたらなと思います。ちょっと細かい点なんですけども、ハイライトとかって価値観とか実績とか講座生産のお声とかライブの感想とか自己紹介とかいろいろあると思うんですが、1日あたり何個ぐらいストーリーズって上げられてますか？ストーリーズに関しては強弱をつけてます。1日何個っては決めてなくって、その時に感情が乗ったものを私はストーリーズに出すようにしてるので、8枚とかね多めになる時もあれば、ライブの後とかもそうですよね、感想の声とかがたまると多めになりますし、でも逆にその後には1枚とか2枚とか少なめにしたりとかして、そういう風にしてるので平均すると 4,5 枚ぐらいにはなると思うんですけども、緩急をつけてるというかやっております。ストーリーズに関しても1日10個とか20個とか上げちゃうと閲覧数かなり下がっちゃったりはするんですけども、緩急をつけてやっていただくっていうところと、気持ちが乗った時にストーリーを上げるっていうのは自分の情熱とか思いが乗りやすいので、そういう時にしっかりと投稿されていらっしゃるということですね。インスタ収穫でね成果が出たまず一つがストーリーズということなんですけど、もう一個秘訣があるとさっきおっしゃられてましたが、こちらも教えていただけますでしょうか？二つ目のポイントはインスタライブをやったっていうことです。これに関しては北野さんが講座内でもライブでも何度もライブこそ弱者が勝てる唯一の手段だっていうことをおっしゃってたんですね。なので私はアカウント開始1ヶ月半経過してからだったので、決して早い方ではなかったと思うんですけども、その分計画を立ててライブをやりました。その時に同時視聴率も31名を超えまして、ストーリーズからたくさんの方が見に来てくださったんですよね。フォロワー数もその時決して多くもなかったんですけれども、結果的にそれが今の成果にもつながったというふうに確信しております。ちなみにこの同時接続31名を達成した時のフォロワー数って何名ぐらいでした？その時は247名フォロワーさんがいてくださりました。これってめちゃくちゃすごくて、だいたい総フォロワー数のうち同時接続数って 1% いけば標準って言われるので、250フォロワーだったら 2,3 人ぐらいが普通なんですけど、これが 10% あたりの30名以上の方が同時接続見てくださっているということで、同時接続数を増やすために意識したポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか？1番目のポイントにリンクしてるんですけど、ストーリーズですね。いかにストーリーズを使ってフォロワーさんをワクワクさせる、ファンを作る状態にして、そこから集まってくださって、で濃いファンの方が増えてライブからお問い合わせにつながるっていう状態になっていきました。日頃のやっぱそういったストーリーズとか、そのあと閲覧数をやっぱ最大化していけばライブも見られやすくなりますし、インスタライブもそうですけど、ストーリーズと一緒で、例えばあゆみさんがライブ中です、左側にホーム画面のところに出てくるんですけど、それが出てこない人っていうのはそもそもあまり親しくなかったりとか自分のストーリー見てくれてない人には出てこないので、できるだけ閲覧数を最大化していくということがライブ視聴率を最大化させる鍵でもあるということですね。結構な頻度でライブされてらっしゃると思うんですけど、ライブの頻度ってどんな感じですか？この1ヶ月間は週に2回やると決めまして、初月の段階で曜日と時間を固定して私はライブをしておりました。曜日と時間固定すると、今日の何時からは毎週あゆみさんライブしてるからっていうので、テレビで言うとまあゴールデン番組みたいな形で覚えてもらいやすくなるので、それも同時接続を最大化するための鍵だったりしますのでね。あとは毎週のインスタライブなんですけども、動線っていうところでライブの目的を決めるっていうのが大事だと思うんですけども、ここは意識されてるポイントとかってございますか？週に2回するとはいえ、ただやるのではなくって、私は毎回目的を決めてたんですね。今回は認知目的でやろうとか、今回は個別相談に来ていただくためにやろうとか、その中でラ
LINE の登録者数をもうちょっと増やしたいっていうゴール設定をしている時に、北野さんに相談をして、ライブで無料プレゼントをやっぱ用意するといいっていうことを教えていただいて、その通りにやったところ、ライブの直後に8名 LINE の登録者数が増えたっていう結果があるんですね。だからどれだけ目的を持つかってことも大事だと思いますし、またそれを実行するってことも大事だなって思いました。本当におっしゃる通りで、ライブっていうすごいホットな状態でプレゼント訴求と個別提案ができるから、結構な確率で登録してもらいやすかったりするんですよね、ストーリーで告知する以上に。なのでなかなかリスト取れないよっていう場合は、ライブ中にプレゼントを渡しするとか、視聴者限定特典という形で配布すると LINE 登録してもらいやすくなるっていうのは結構あると思います。スクールに入って改めて良かったことがもしあればね、教えていただけますでしょうか。たくさんあるんですけれども、特に良かったことっていうのが私の中では3つあります。大前提としてノウハウだったりとか講座の内容が良かったというのももちろんなんですけども、それ以外の3つとして、1つ目が北野さんのあり方とか思考っていうものを間近で学ぶことができたので、それがすごく良かったです。これはやっぱり講座に入らないとわからないことだと身をもって感じました。2つ目が講座のアーカイブの残し方ですね。それがめちゃくちゃやっぱ良心的で、何が素晴らしかったっていうと、私たち生徒が探す時間の手間ですね、それが大幅に短縮して探せる。探す時間ってすごく時間のロスだったと私は考えてるんですね。でもそれがすぐ探してすぐ振り返ることができる、そのシステムが私は本当にありがたいですし助かっている。2時間とか3時間ぐらいのアーカイブをそのままポンって渡されてしまうと、その中でどこで誰を喋ってるのかっていうのがテロップとかもなければカットもされてないので、探すのが大変になっちゃうってところがあるので、うちの場合は結構 2,3 時間ぐらいのグルコンとか講義とかも10分15分で章ごとに区切ってカットして、ね、翌日以内に配布させていただいてたりとか、コンテンツサイトも全部カテゴライズさせていただいてたりとかしてますね。3つ目が質問サポートですね。私は環境がすごく大事だと思っていますので、行動していてわからない時とかに、北野さんの講座の質問サポートは1つ聞いたら10返ってくるっていう私は思っていて、ものすごく丁寧ですし、すぐ返ってきますし、こちらがわからない部分とかも確信のついた答えが返ってくるので、安心して行動することができる、その環境っていうのが私はすごく大事だなって思っております。最後ですね、今日の動画を見てこれから SNS やライブとかを頑張っていきたい、一歩踏み出していきたい、でもなかなか勇気が出ないという方に向けて一言あればね、お言葉いただけますでしょうか。 SNS に関しては、企業スクールに入って学ぶことっていうのは、目的地に対して最短最速でたどり着くための必須なことだと考えてるんですね。例えば高速道路に乗って目的地に着くみたいな、これは私の価値観なんですけども、誰かから何か学びたいって思った時に、自己投資をせずに自己流でやった方から学びたいって私は思わないんですね。なのでまずは自らしっかりと学ぶことっていうのが大きな成果に最短最速でつながるって考えております。あとライブに関してなんですけども、私自身実はすごく抵抗があったんですね。なので最初なかなか踏み出せなかったのが事実なんですけども、北野さんからいろんなことをね、学んだことによって、ライブをやってみて見える世界っていうのが本当にありました。やってみないとわからなかったですし、ライブなしで今のこの私の成果っていうのはもう間違いなくなかったので、北野さんのおっしゃった通りにしてよかったなって思っております。ということで、今日いろいろちょっとあゆみさんにかなり深いところまでノウハウとかいろいろご教示いただいたんですが、概要欄の方にもあゆみさんのインスタグラムと LINE 公式アカウントのリンク貼っております。まずインスタグラムに関しても、特にストーリーズとかのめちゃくちゃ勉強になるので、皆さんぜひインスタチェックしていただきたいと思いますし、またあゆみさんの LINE 公式アカウントも配信とかもすごい勉強になると思うんですが、概要欄から LINE 登録いただきますと、今だけ豪華特別プレゼントももらえるということで、こちらの特典内容も軽く教えていただけますでしょうか。私の LINE を登録していただきますと、少数フォロワーとか後発組の方でも最速で月7桁を達成できるインスタ攻略7大特典をプレゼントしております。究極のストーリーズテクニック5000というプレゼントだったりとか、最速で月100万稼ぐためのロードマップというものを含む PDF でいうと236ページ相当のものをプレゼントしておりますので、よかったら受け取っていただけると嬉しいです。このボリュームもね、ものすごいんですけども、逆にこれだけボリュームつけてるからこそね、やっぱりそれだけやっぱ集客うまくいってるのかなっていうところもありますので、これ登録してみて、あゆみさんこれぐらいの基準値で、ね、プレゼント作られてるんだなっていうのもすごい勉強になると思いますので、皆さんぜひ登録してみていただければと思います。ということで、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分こちらにプレゼントしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらもプレゼントしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼントします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、
一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法、ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット。参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り、自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会をご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。